中国語聖書和合本和合本はプロテスタントの中国語訳聖書の中でも現在最も多く使われているもので1919年に完成した。和合本への翻訳は1890年代に当時の英語訳聖書の最新版英語改訂訳聖書をもとに開始され1908年に新訳聖書が1919年に旧訳聖書も完成した。 当時は縦書き、現在中国語反対字と呼ばれる旧漢字を使っていたが、中華人民共和国成立後の中国では、中国語漢対字で横書き、新評点版がほとんどである。和合本の歴史では、よく神とするか、上帝とするかの論争が強調されるが、今はほとんどを問題になっていない。和合本は本来苦闘点が少なかった。 これを主に現代風の句頭点付きに直し、また、多少固有名詞を現代中国語に合わせた版が、新評点和合本として1988年に発行されている。現在は、これが、最も流布している。中国語の原文一致近代化は1920年代に始まったと言われていて、1910年代に完成した和合本は、現代人にとって難解な言葉。 表現も多い。これをよりわかりやすくする。和合本集定版が2006年に、新約聖書は完成し、旧約聖書の集定版も2010年には完成した。よさむえん、あたり、夏あい、モルる、も、さやなど、やそきりすと、まとしや、薬質、ほらなど比較、まきれい聖教の内容が問題天上的父、ン人と尊的名ため性。元、 敵国降臨、ガン、敵心安在地上、女道功在天上、ガモン日用的飲食、京、たまもの級ガモン。面ガモン敵祭、女道ガモン面良人敵祭。ふさけびガモンすぐるみ、仕とむ、すくいガモン脱り凶悪、元ため国土、憲兵、栄養、善ぜ、敵、次回たる永遠。アモン、中、使と信行、我が信条帝、全能的父。 創造天地的主が神河種やソキリスト、上帝独世的コモと精霊感はらみ、引導定所バリア諸生財本、彼へしゃげ、立家樹南、ひくぎ十字架、樹脂、埋葬お材影馬、第三天寿死人中復活昇天、ザ財前能動天庭の右辺将来必ず十、どこ降臨、審判活人死人。我が神精霊が神聖事項の境界我が神。 生徒小通話が新在特赦面話が新身体、復活話が新衛生。あもんありがとうございます。